岡山の魅力を世界に発信しようと、名物のきびだんごを使ってギネス世界記録に挑戦するイベントが岡山市で開かれました。大量のきびだんごが並べられていきます。岡山商工会議所青年部、岡山 YEG が創立30周年を記念し、団子で作った最大の言葉のギネス世界記録に挑戦しました。団子を使うギネス挑戦は初めてということで、他の食品での記録などを参考に、2000個を超えることや並べ方の美しさなどが認定基準となります。1個ずつ並べるのもドキドキしますね。岡山にきびだんごありということを PR したいと思います。およそ2時間半かけ並べられた5000個を超えるきびだんご、審査の結果は午後6時半ごろ発表される予定です。